下り線側のランプ部分宮山柳川インターチェンジは、福岡県宮山市世田課長元吉にある、九州自動車道のインターチェンジ。倉手インターチェンジとともに、国土交通省に設置認可され、2009年3月29日供用を開始した。九州自動車道の屋根インターチェンジから 7.2km、南韓インターチェンジから 9.4km の位置に、ある。以前は、 宮間及び柳川方面から九州自動車道へアクセスするには、やめインターチェンジもしくは南関インターチェンジを利用する必要があったため不便であり、これは同地域の地元利用者はもとよりパッケージツアーを組む上でもネックとなっていたが、当 IC の設置により同地域からのアクセスが改善した。認可当初の過所は当時の三門郡瀬田町に位置していたこともあり、 瀬田カインターチェンジという名称だったが、後に、瀬田カ町が宮間市となったことや、柳川市方面へのアクセス工場も兼ねて宮間、柳川漁師で作る、新 IC の設置促進規制会が、西日本高速道路九州支社に要望したことにより、現在の名称となった。従って、宮間柳川という名称ではあるものの、インターチェンジ自体は、宮間市の東部に存在している。 文字 IC 方面からの流出ランプと、鹿児島インターチェンジ方面への流入ランプが平面交差するため、インターチェンジ内に交差点がある。T 型に分類され、同種の他のインターチェンジでは、信号機が設置されている場合があるが、当インターチェンジには設置されていない。流出ランプが優先度となっており、流入ランプは一時停止になっている。 インターの看板西日本新聞2008年9月2日付長官によるありがとうございます。